こんにちは。数学を担当します。高瀬です。よろしくお願いします。今回、三角関数の合成を用いた最大最小のね、一番目の問題をやっていきたいと思います。えー、まず、式の形を見ていきますと、えー、0から 2π で関数 fx が4ルート 3cos 引く 4sin x プラス5という形をしていますで。これが、x イコール何とか分の何とか π で最大値何々を取り、x イコール何とか分の何とか π で最小値を取りますということですね。はい。 三角関数は、式の形に応じた作戦で、あ、これはこういう方針で考えればいいなってものがあるんですけど、まあ、大きく分けると、大体二つです。一つは、置き換えをしていくタイプ。置き換えて二次関数になったり、置き換えて三次関数になったりするタイプ。もう一つは、角度の範囲に注目して、値を求めていくタイプ。大体この二つのどちらかなんですね。はい。今回、 例えば、ここの辺にね、二乗とかっていうのが付いてるんだとしたら、これはサイン X に統一して処理できたりするんだけども、今回ほら、二乗ついてないもんね。<laughs> ちょっと高頭テクニック使っちゃった。<laughs> それいるなんてことはできないわけです。でも、サインとコサインの一時式だった場合っていうのは、角がバラバラになってるのをひとまとめにするってことができるんだったもんね。そう。 それを三角関数の合成って話してたじゃない今回は、ここの二つの場所を合成してまとめていくことで、うまいこといけるんじゃないかなという話なわけです。で、後ろの足すごは、最後に足すごしてあげればいいですから、まずは黙って合成しようぜってことなんですね。はい。じゃあ、まず黙って合成だけ先にやっちゃおうかなと思うんですけども、覚えてますかね。サインの係数を X、コサインの係数を Y とするっていう方針でいけます。 なんだけど、例えば今回ってさ、4と4ルート3だったら、4でくくるっていう手法を取っといてあげるだけで、数字をだいぶこう抑えることができるよね。はい。数字を抑えた方が、後の処理が楽なのは言うまでもないでしょう。ということで、4をくくってこの係数で合成してみたいと思うんだな。はい。そしたら、サインの係数マイナス1を x。 で、コサインの係数、ルート3を Y とする。ね。マイナス1、ルート3って点を取ってみましょう。はい。そしたら、マイナス1、ルート3って点はこの辺で、で、原点とペッコーンと結んであげて、で、原点からの距離いくつって言うと、原点からの距離は2。 あとは、ここのナス角いくらですかっていうと、これは三分の 2π と考えていいかな。はい。だから、ここの部分、括弧内を合成すると、括弧内が 2sin x プラス s 分の 2π と書けるはずだよね。はい。じゃあ、それに先頭に4がついてるわけだから、今回は 8sin x プラス s 3分の 2π となるでしょう。ね。 じゃあ、この続きは、えー、CM の後で。違った。黒板でやってみましょう。はい。じゃあ、合成すると、この形になりました。うん。あとは、0から 2π の範囲をいろいろ動いていく中で、角がどういう範囲になってくるかってことを調べて、サインの範囲を調べて、8倍して5を加えればいいよね。てさあ分かってるやつから言うとね、簡単なんだけど、 これ苦手とする人、本当に、え、何をしたらいいの何が分かるうーってなっちゃうんだよな。だね、ちょっと先に、そういう人ってね、そもそも関数って何かってところが分かってなかったりするんだよ。だそこをちょっとね、えー、説明していこうと思うんだな。はい。あのさ、中学校の教科書に書いてあったことなんだけど、y は x の関数である。これどういう意味だったかっていうと、x が決まれば、 それに対応して、y が決まるものえ。x に何か数字を放り込めば、y が出てくるもの。それをね、y は x の関数であるっていうわけよ。だ例えば、こういうふうななんかものが出てきて、ああ、私はどうしたらいいのって思ったら、実際に x に数字を入れてみるということをお勧めします。はい。例えばですよ。今回、x イコール0ってものを、 代入したとしよう。で、x に0ロ代入したときに、y が果たしてどうなるのかなその考える手順を確認してみよう。はい。x に0入れるって言ったときに、まずみんな何計算するかっていうと、この x プラス3分の 2π の部分を確認するよね。はい。このとき、各 x プラス3分の 2π がどうなるかっていうと、 三分の二 π になるわけだよね。よろしいこの黄色い四角の部分の角の部分が x が0なら三分の二 π ですってことをやるわけだ。次に何をしますかって言ったら次は sin 三分の二 π の値って何かなってことを考えるよね。はい。sin 三分の二 π は何かなって言うと これはまあ単円とか書いて一生懸命やってもらえればと思いますが、2分のルート3なんだよね。じゃあ、サインのこの、この塊の値が2分のルート3と分かったんであれば、次は8かけるじゃん ?5 足さないよな。8をかけてから5を足すよね。だから、サインの値が決まったら、それを8倍して、4ルート3とする。 で、最後に5を加えてあげて、4ルート3たす5って順番で答えを出していくじゃないこの流れなのよ。y は x の関数であるってことは、x 放り込んで y 出すから、x から y 出す手順通りにこれを考えて、これを考えて、これを考えて、これを考えて,考えてってやっていくわけ。はい。それを順番にね、x が0から 2π ではどうなのかなってことを追っていく。それがやりたいことなんですよ。 えちょっとじゃあそれでやってみましょうか。はい。したら0から 2π 全部に3分の 2π 加えます。はい。全部に3分の 2π 加えると、こんな風になる。すると、3分の 2π から円一周分だよね。3分の 2π から円一周分。はい。ここの場所から、 ぐるり一周回るのが、x プラス三分の二 π の範囲だ。じゃあ、この中で、サインの一番大きい値、いつですかいくつですかっていうと、それはサインの値は、二分の π じゃないことに注意しましょうね。三分の二 π スタートだったら、三分の二 π の後にやってくるものなんで、ここは、二分の π 足す一周分かな二分の π 足す一周分。 三分の二 π からくるり一周回るときには、そのときに最大値一を取ると。じゃあ、小さい値はいくつですかって言うと、今度は二分の三 π かな。二分の三 π のときに最小値マイナス一を取ることになるわけだから。サインの取り得る範囲は、マイナス一から一だよってことがわかるよね。はい。じゃあ、書いていきましょう。 じゃあ、上のところは、こいつなのでね、計算してみましょうかね。x プラス3分の 2π が、2分の π 足す、2π。この時は、さあ、ちょっと計算大変になりますけど、2分の π 引く3分の 2π っていうのは、まあ、ここの差なんで、ちょっとマイナス6分の π なはずなのね。 マイナス6分の π に2分の π を加えるから、こちら6分の 11π と考えられるでしょう。じゃあ、x と3分の 2π が2分の 3π のとき。さあ、これは6分の9引く6分の4なんで、6分の 5π となるかな。 ここの場所のところが、ここの話になって、ここのところの話が、こちらの話。ね、あとは、1を入れたら最大値だし、マイナス1を入れたら最小値になるよね。はい、以上より。x イコール6分の 11π で、 え最大値は8たす5になりますんで、13。そして、x イコール6分の 5π で、最小値は8引く、嘘。マイナス8たす5なので、マイナス3かな。はい。えー、こんな感じでございました。 ということで、得意な人にとってはもう何なく解けるぞって問題だと思うんですけど、苦手な人はとにかく、ここのところをさっき説明したところをね、もう一回もう二回もう三回とやり、で、自分で説明できるようにしとかな。関数ってどういうものなのかなってことが分かってないと苦しいんだけど、そもそも、え、X から Y を出すんだろじゃ X 入れたらこうやってこうやってこの順番に考えるようになってことが分かって説明できるようになったら、 もうこんなの何にも悩まずにできるようになりますから、ね。そこのところは皆さんが頑張って練習するところだから。ねえー、ぜひ頑張ってやってください。それじゃあ終わりましょう。またね。バイバイ、えー。今回の動画、完璧ですかもし怪しいなと思うところがあったらね、ちゃんともう一回見る、もう二回見るっていう動画の特性を生かしてくださいね。我々は他の単元の動画も撮ってます。えー、ホームページの方見てもらえると、いろんな単元、どの単元があるのかなってものもわかりやすいですから、ぜひホームページも活用してね。 Jenny!